こんにちは。美味しいものが食べたい吉だよ。今日はね、明太子を使って超簡単なつまみを作っていきますよ。ほんなら行こうやか。はい、大根はね、皮を剥いてありますよ。ちょっとね、こんなのがあるんですよ。こんな幅の広いピーラーなんですね。これを使ってね、薄く、そぎ切りっていうのかな、にしていきますね。ちょっとこれぐらいだとまだ幅が足りないので、ちょっと、剥いてしまいましょう。はい、これぐらいでいいかな。ちょっとこの、幅の狭い方はね、明日の朝のお味噌汁の具になりますね、これね。はい、ではこれをね、ちょっとバットに並べて、うっすらとね、塩をしていきますよ。はい、そこへね、味の素もかけておきましょう。で、これでしばらくね、置いておいてください。はい、こちらはね、辛味大根なんですね。前に一回ね、大根おろしを作ってみたんですけど、あんまり辛くなかったんですよね。この分一回やってみましょう。これぐらいでいいかな。はい、こちらもね、軽く塩をしていきますよ。はい、やっぱりね、味の素です。はい、ではこれもしばらく置いておきましょう。はい、どうだろう、10分ぐらい置いといたらこんな感じ。もう水がね、すごく浮いてるんですよ。で、この、水をね、洗うんではなくて吸い取るだけにしてください。ちょっと塩分とね、それから味の素もついてますんでね。はい、はい、ではね、明太子の長さからするとね、ちょっと2枚ぐらい少し重ねてこう置いた方がいいかもしれないですね。はい、こちら明太子をね、こう巻いていきます。これはね、三つ葉ですよ。ちょっと透けてね、緑が見えたら綺麗かなと思ったんですけど、どうでしょうね。真ん中のところはやっぱりちょっとあまり綺麗に見えないですね。あんまり綺麗じゃないな。このままいっちゃいましょうか。ちょっとね、期待してたよりはあんま綺麗じゃなかったですよね。はい、ではこれをね、切って盛り付けるわけですが、さあこんな感じですかね。なんかちょっと寂しいですよね。海苔かな。ちょっとだけね、刻み海苔かけてみましょうか。
はい、いかがでしょうか。明太子の大根巻きとでも言いましょうかね。完成です。はい、ではね、早速食べてみますよ。食らい尽くせ。いただきます。食らえ。もう、うわ、めっちゃうめえ。うん、海苔いいなこれ。うん、海苔は正解でしたね。美味しかった。あ、そうですね、辛味大根の方もありましたよね。さてこちらはどうでしょうか。あんまり辛いの得意じゃないんですけどね。はい、じゃあこちらもね、いただきます。おや、辛くないですね。あ、これ普通に美味しいですよ。あー美味しかった。うん、でも明太子4本はちょっと食べ過ぎですよね。ご飯のおかずでもいけるかもしれないですね。大根のパリパリ感っていうんですかね、それと、ね、お酒進みますよ。普段のね倍ぐらい用意しといた方がいいかもしれないですね。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。